ではでは忙しいですが、続いてまたまた高千穂のドロリンピック会場を呼んでみましょう。柳田さん、柳田さん、高千穂神のドロリンピック2008。さあ盛り上がってまいりました高千穂町は神の地区の水田ですが、さあ続いての競技は女シリーズ棒大会ということでございまして、これはどういう競技でしょう。普通のシリーズ棒とは違って、豪快にドロンコにまみれた方が勝ちなんですよ。豪快に泥化粧した方が勝ちということですね。じゃあこれ落とした方が勝ちというわけではないんですね。そうです。見事なその化粧をするのは果たしてどちらでしょうか。対戦しますのは佐藤さとこさんと、そして小西です。さあ果たしてどうでしょうね。そしてまた式を行場を取っていただきますのは佐藤さとこさんのご主人旦那さんです。ごひいきはしないでやってるので、ね、お願いしますね、はい、さあそれでは早速いきましょう。お願いします。やってみやって、力を抜いて、力を出さないでね。負けよーい、ラボット。さあ始まりました。さあこれは軍配はどちらに上がりますか。小西山見事なドロー化粧、大変にまみれております。嫁にはいけんばいという声が飛び出しました。さあ苦しい、私勝ちました。勝ちました見事な化粧です。はい、やっぱりですよね。誰ですか、あなたは一体。すごい顔してます。せっかくですから、やらなきゃ。いやマイクあるんだ。まあそう、全然平気。無茶するよ、無茶するよ。全然無茶じゃないですよ。はいはい、ちょ何行きましょう。ドロンコまみれの高千穂から